こんにちは、日本改革党靴沢です。ペリズマイ様、ペリズマ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用に、させていただきたいと思います。今日東京29区の三ノ輪駅で凱旋してまいりました。これ荒川区と台東区の境にあるらしいんですけれども、荒川区の人いっぱい通ってますよ、いうのを聞いたもんですから、お声掛けくださった皆様ありがとうございました。私と知ってて、声かけてくださった方もいれば、演説聞いてね、そうだそうだってその通りだと言ってくれた人も何人かいらっしゃいました。6月から森林環境税開始、1人年間1000円、徴収なんで4人家族だと4000円取られちゃいますね。またお父さんの小遣い減っちゃいますね。23区みたいな森林なんかどこにあるんだよっていうところの住民からも徴収してですね、森林のある自治体に配ってるらしいんですけど、4割の自治体がですね何に使えばいいの、手つけずにただただ繰り越し金になってるそうなんですよね。森林保護のために森林環境税を取って山を切り開く太陽光発電施設をご利用しするために再エネ付加税を3倍に増税してる矛盾、森林保護したいんかしたくないんかどっちなんだい、矛盾ですよね。金むしり取れれば何でもいいのかな財務省は、その財務省に騙されっぱなしの自民党と、少しは自分の頭で考えろと、これ矛盾してないかと、森林保護したいのか、それとも森林破壊して太陽光パネル増やしたいのか、どっちからも金取りやがってさ。長らく住んでたいわき市の、旅人町なんかはですね、山ばっかりですよ言っちゃ悪いけど山ばっかり、太陽光パネルで荒れた場所以外はですね、徴税してでも保護しなくちゃいけないような状況じゃないですよ、山ばっかりで。そんな森林保護なんか現地に住んでる人はさほど思ってねえよ、山ばっかりって、思ってんだからさ。だから何に使っていいか分かんなくて4割の自治体がただただ繰り越してんでしょうが、6月から電気代の補助金廃止、これは税の還元を減らすってことだから実質増税だしね。トリガー条項、ガソリン安くするトリガー条項は絶対やらなそうだし、再エネ付加税も3倍に増税だし、ますます生活苦しくなってですね、結婚出産どころじゃねえよ日本人さ、日本人また減っちゃいますよ。自民党実は日本人滅ぼそうとしてんのか、そんな疑いも出てきちゃいますね。昨晩11時40分頃、川口駅から400メーターほどの住宅街でタクシー強盗発生、運転手は拳銃のようなもので腹を撃たれ病院に搬送、犯人は金を出せと脅し発砲して逃走、単発で50代から60代の長袖男だそうであります。いろいろ謎がありますねこれね。拳銃のようなものってなんだよ一体、ようなもの、バールのようなものってなんだって、ナイフのようなものってなんだっていう、つくづく常々私はなんだそのようなものって、思ってたんですけれども、世論です。改造銃かな、いただきおじさん、川口はマジで治安が悪化している、日本で一番ホットな街、川口やべえな日本じゃないみたいだ、全くね。タクシー強盗で銃使って採算的にどうなの、また騎士団だからか、いきなり撃つってくるとるな、外国人はいきなり撃ってくるんだよ、皆さんくるくる疑ってるみたいなんですけど、川口くるくるって若手が多いんでは、犯人は50代から60代だそうなんで、まあね撃たれた運転手さんが70代なんで本当かどうかわかんないですけど、くるくるでない可能性もありますね。日本人だったとか外国人だったとか記事に書いてなかったから、金を出せでズドンって日本人って考えにくいですね、これ量刑重すぎて割に合わないよ、強盗致傷で、銃で腹撃つって殺人未遂も取られて、20年以上は行くでしょ。あとさ、今タクシーでってみんなキャッシュレスでパスモとかスイカでピッ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 払ってですね、現金積んでないよ、うまくいって2、3万じゃないの取れたとしても、それで20年食らうって
ちょっと健常者じゃ考えにくいんですけど、あとね、拳銃持ってるってことで、素人じゃないじゃないですか。まあまあ、ヤクザ屋さんなんか、こんなことしませんよ、一般人に向けてさ。あの人ら懲役に行くのは組のためであって、まあ敵対する組の玄人、同業者、を撃つことはあっても一般人撃たねえだろう、犯人は未だに拳銃持ったまま逃走しているらしいんで、市民は警戒しなくちゃいけないんだから、防犯カメラの映像あったら公開すべきだよな、外国人ってバレると嫌だから公開しないのかな、タクシーの車内のにはですね、防犯のためほとんどカメラついてるはずなんですよ。外国人グループによるですね、作物泥棒や、グレッチ、泥棒、グレッチってあれです、道路の側溝の蓋で車が乗っても大丈夫なぐらい丈夫な金網、電線泥棒、押し込み強盗など雑で荒っぽい犯罪増えて嫌ですね。ほんと謎が多い事件だなこれ、金を出せって言ったはいいけど、撃って逃走って、撃たないで逃走ならわかりますけど、金も取れずにただ撃っただけ、罪を重ねただけって、こうまともじゃねえな。なんか薬で頭がおかしいとか、もともと頭がおかしいとか、でもなんで拳銃持ってんだろう。その筋の人なのは、そんなことやんないしな。一般人撃ちませんよ。刺すならあるかもしれないけどさ、謎ですね。まあ何が言いたいかっていうと、日本も、日本っていうか川口もアメリカみてえになってきたなぁ、恐ろしいなぁ、いう話であります。この後に及んでも全然わかってない川口の奥の木市長、クルド人批判デモに市民が参加しているとは一度も聞いてない。外部から来た人たちがやっているという認識、外国人排斥につながりよろしくない。お前がね、外国人にも暮らしやすい街づくりとか寝言ほざいてたから、街が腐ってね、危険になって、それ是正するためのデモが起きてるんでしょうが、お前のせいだろうが、よろしくない言っちゃってさ、世論です。クルド人自体が外から来た人じゃん。じゃあ市長の責任で川口からあいつらを出すなよ。女子中学生が襲われてるのに何言ってんだこいつ。クルド人は市長公認なのか。子供の学校周辺がゴミだらけで迷惑。これ川口市民の書き込みですかね。この寝ぼけの任期はあと2年もあるのか。この市長にしてこの市あり。どうしてそう断言できるんだ。外部から来た人間ってね、市民が住みにくい言うてんのにそれは無視かと、外部の人間がデモしてる、なんでそう断言できんのかな。自警団に参加してる川口市民の方知ってますけどね、私ね、自分の周囲が川口市民の全てと勘違いしてないかバカ抜き師匠、で自分の周辺がいやそんな人知らないですね言ってっからそうだって言って喋ってない、川口市は独自にですね、外国人の周留学支援や、医療費立て替え払えねえなんて言ってるやつの立て替えて払っちゃってんだって、もう行ってて外国人ファーストですよ、金が厳しいから足りないから国支援してくださいなんて寝ぼけたことを穂崎に厚労省まで行ってきたしね、このバカ抜き市長ね、いい人ぶりたいに命かけてんだこの人な。外国人排斥よくない、排斥されるには行儀が悪いだの、昼間からたむろしてて怖いだの、ゴミをそこら辺中に散らかすとか、ナンパがしつこくて危険なレベルであるとか、犯罪が多いなどなどの理由があるんですよ。危険な積み方してるとかね、トラック。なんでクルド人が川口わらびに集まってるのかよく考えろってバカ市長、バカ市長のお前の綺麗事のせいだからなという話であります、つまりデモやられてるのも自分のせい、何がよろしくねえだって話でね、国内シェア 54% を誇る iPhone、 そうなんだ、マイナンバー機能搭載決定、Apple が決定しました。行政や病院などで iPhone かざすと本人確認が可能になるそうであります。銀行口座開設もですね、スマホで完結するように、なるみたいであります。アリゾナなど4州で免許や身分証を搭載可能なんですけども、米国外で実現するのは初めてだそうであります。将来的には Apple Watch でも機能するようになるらしい。病院の窓口で Apple Watch でピッてやったらちょっとかっこいいかもしれないな。ティム・クック
CEO に岸田総理が直接要請したんで、そんで、ああ、じゃあやりましょうか、っていう話になったみたいであります。世論です。iPhone ならカードなしで済むのか。なるほど。カード持ち歩くの、なくしたりなんかすると怖い。スマホはなんでかんで、皆さん持って歩くじゃないですか。私は、忘れますけど、機種変更するときに完全にアンインストールできる、これ残ったまま人手に渡らないか気にする声もありました。マイナカードはどうして生体認証を経ないのか意味わからん。iPhone で指紋認証とかないの？私 iPhone のユーザーじゃないんでわかんないですけど、私は Android の安いスマホ使ってまして、 iPhone のシェアはですね 54% 日本で、あるとは知りませんでしたわ。皆さんお金持ちなのね。昔 iPhone のですね、確か4とか使ってて、8年も使ってて、お店の人にですね、そろそろ買えないんですかみたいな呆れられた思い出があります。これでますますスマホなくせませんね。これね、スマホ必需品ですね。ツイッターもグーグルもですね、ログインするときに、ログイン、送信ってやると、スマホに仮パスワードが送られてきて、それ入力しないと、パソコン画面で進めない、二重認証になりました。もうスマホなしには、文明生活が無理なんじゃないのかな。Android で先行実現してるようですけど、まあ見たことないんですけど、河野太郎はですね、将来的にはスマホにマイナ機能を搭載するって言ってたの、これのことだったんですね。太郎のことだからですね、マイナ情報を LINE 経由で外国にダダ漏れさせる気なんだなって意地悪に見ておりました、靴沢は。靴沢は元々の少年が意地悪だから、思考が全て意地悪なのも当然ですよね。何がって話なんですけど、どうしてって話なんです。まあパチンコ岩屋、元防衛大臣のポスターにですね、一言立て直すって書いてあって、何よ何がって即時に思いましたけど、安倍総理が少し変えた自民党をですね、昭和の金まみれに戻すって意味だったかもしれないですね。パチンコ岩屋の立て直すっていう、在日ウクライナ人ナザレンコさんに殺害予告した親ロシア派さん、脅迫と名誉毀損で有罪になりました。罰金の20万円が払えず40日間の労役で払うって私に殺害予告と名誉毀損を行った親ロ派、罰金支払えないため40日間労役所に留置される模様。どういう層が熱狂な親ロ派をやってるか分かりやすいですね。世論です。パヨはエリート層のはずなのに、自称平和主義者の市民さんです。共産党に生ポ絞られながら奴隷みたいな生活を送ってさ、共産党員の下っ端がパヨの実態がバレて草、親ロ派おじさん怒りの誹謗中傷開始、1日5000円か、安いな。20万円のために40日間自由を奪われるとか、パヨ暇すぎんだろ、貯金なし金なしパヨさん哀れと。皆さん一応に犯人はパヨと書いてますけど、脅迫の前後の流れでそうと分かったんですかね。それとそれともですね、やり合ってた、この人とやり合ってさ、共同通信桜ウイロの仲間だからパヨって断頭してるんですかね。昔は1日4000円だったんですよ、労役。なんかの罰金払えない時はぶっ込まれて仕事させられる。5000円に上がってたのは知りませんでした。何の仕事させられるんでしょうね。何の仕事やらしても無能でバカでログに役に立ちそうもないですけどね、この人ね。私は親ウクライナではありませんけれども、ロシアは弱体、弱ってほしいと思っております。できればウクライナに負けてほしいと思ってる。だってこれでロシアがね、うまくいっちゃったら調子に乗って北方領土から北海道に攻めてくるかもしれないじゃないですか。ロシアは北方領土を不法占拠している敵国なんだから、それの弱体化を望むのが正しいですよ。日本の国益のためにはですよ、ロシアがウクライナに負けて鼻血も出ないほど弱体化して日本に攻めることなんかとてもとてもってなるのが好ましいですよ。あとはね、金がなくて金がなくて金がなくて北方領土を買ってくれませんかって向こうから土下座してくるなんかもいいわね。ウクライナのネオナチがーって、なんかウクライナにネオナチが発生してて、ウクライナ国民が苦しめられているからロシアが救いに行ったみたいな、ことを言ってる人いるんですけど、知らねえよそんなの。知らねえよ。それが原因でね、ウクライナ国民が
苦しんでいるのが事実だとしても、そんなの知ったことが、ウクライナは隣国じゃないから日本に攻めてくる心配は皆無なんだし、差し迫った脅威は明白にロシアなんだし、ロシアが弱るのは日本の国益ですよ、これ分かんない人いるかな。あの事実がどうのって言うことじゃなくて、どっちが得かってこと。ウクライナが弱るのが日本にとって得なのか、ロシアが弱るのが日本にとって得なのか、もちろんロシアが弱るのが日本にとって得ですよ。いいか悪いかとか、事実か嘘かじゃなくて、どっちが得かで考えるのが地政学ってもんですね。今日の単身です。都知事選出馬を表明した蓮舫さん、公約はちょっと待ってほしい、一度図工オール左翼に応援してもらうんで、それぞれが勝手なこと言ってまとまらないんですかね。パヨは根拠はゼロで私が正しいって言い張れるバカで幼稚が特徴ですからね。これを実現するためにご協力ください。普通はね、あの公約をまず示してから各方面に協力要請するのが筋だが、全くの逆やってますね。公約はこれからオール左翼でまとまれれば何でもいいのかな。これで判明したことはですね、蓮舫は実現したいことや信念があって立候補したわけではないと、都民バカにしてますね。立候補の前にですね、日本をああしたいこうしたいっていう考えがあって、その後にじゃあ立候補すかってなるんでしょうが、次の参院選ではとてもとても当選しそうもないから担がれたのに乗ったんでしょうかね。別にあの都知事になって何をしたいっていうこともなくね、創価学会原田会長ほか学会の総力を挙げた大訪中団を、人民政治協商会副主席、人民対外友好協会副会長、日中友好協会副会長、政治協商会議の副局長、外交部のアジア局参事官が歓迎、まあ大歓迎、この大歓迎ぶり、日本中を歓待時で埋め尽くすっていう公明党のご機嫌取りで、中国共産党ご機嫌みたいですね。覚えめでたい。公明党の全国比例票は618万票です。2022年の参院選の結果ね、信者の最も熱い世代は団塊世代らしいんで、共産党員同様徐々に減っていくと思われるんですけれども、まああの日本の人口が減っていくのは1年に80万人ずつね。創価学会員だけ減らないってことはないと思うんだ。朝鮮戦争難民の特別永住者もですね、30年で68万人から29万人に激減してますし、あと数年で世の中に大変化があるんじゃなかろうか。朝日新聞倒産や共産党消滅などの刑事にはですね、祝杯をあげられるよう、それまで健康を保ちましょうね皆さんね。一緒にあの喜びの酒をあの飲めるように健康に気をつけて、お過ごしくださいませ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。